フィジークだとやっぱり前提としてこうより万人の方がかっこいいと思える体みたいなところを目指していく競技がまず一つフィジークなのかなと思います。で一方ボディービルはやっぱりそのこれも実はそのかっこよさというか体のかっこよさを競うあのカテゴリーではあるんですけど、そのまあかっこよさ の, その土台にあるのがその筋肉の大きさっていうところが大きな違いなのかなと思います。フィジークだと、まあ、その審査基準の中に入っているワードとしてトータルパッケージっていう言葉が入ってたりするんですね、はい、トータルパッケージでの、まあ、良さ良し悪しでこう判断する、はい、でなので体自体 の, その、まあ、筋肉のつき具合とか、はい、プロポーションの良さだったり、はい、それ以外に醸し出す雰囲気とかも実は見られてる、で一方ボディービルに関して言えば、まあ、その自分が持ってる筋肉がこういかにその大きくかっこよく見せれるかっていうところのポーズの取り方で審査がされます。人によってあの、まあ、同じその規定のポーズであっても取り方が全然あの違ったりします。こうウエストがちょっと太めの人は例えばこうダブルバイを取るときに少しウエストをひねった状態で細く見せるようにして取ったりとか、強みをもう 120% 見せて弱みを隠すのがボディービルかなっていうところです。弱点を隠してそれが審査員に見られなければそれは結構勝ちにつながるかなっていうところだと思います。でそれで言うとそのクラシックフィジークで言いますと、はい、まあこれも難しいところなんですが、ボディービルとフィジークの中間のような体が求められるのかなと思います。あのボディービルの方だとどうしても筋肉の大きさっていうところでやっぱりその勝負が大きく決まるかなっていうところはあるんですけど、まあそこのウェイトよりも例えばあのプロポーションの良さだったり、はい、そういったところをこうあの見てるのがクラシックフィジークなのかなと。もう、まあ、背景としては、はい、あのもともとボディービルはボディービルだったんですけど、はい、どんどんやっぱり大きさにこう走るようになってきて、はい、大きくなりすぎちゃってそれがかっこいいのっていうところから始まったカテゴリーなので、ボディービルのそのまあ原点回帰みたいな、はい、そういうジャンルにはなりますね。それが今年から始まるっていうわけなんですね。そうですね、それが JBB って今年から、入ります。でやっぱりそこもウエストがやっぱり細ければ細いほどクラシックフィジークの場合いいかもしれないです。でそこに対しての、まあ、足の太さがすごくこういいのかなと。こうよくフィジークだとね、はい、V シェイプ V シェイプっていうじゃないですか、はいはいはい、肩から背中にかけてのアウトラインが広くなって、はい、ウエストが細い V シェイプで、ボディービルだったりクラシックフィジークはそれに対しても X シェイプなんですよね。あの、はい、足も太くてっていうことで、そういう体がこう良しとされています。ただボディービルに関してはこれも難しいんですけど、はい、ウエストが細すぎると、はい、あのちょっとこう筋肉がもりもりある人に比べて少し細く弱く見えてしまうっていうようなことをおっしゃる方も実はいらっしゃるので、そこはどうしてもバランスとの兼ね合いになってくると思います。で、あの結局まあいろいろ言いましたけど、シンプルな話で6人くらいが決勝に進んでこう前に並んで並べた中で誰が一番かっこいいのっていうところの審査は、はい、あのフィジークもボディビルもクラシックフィジークも一緒です。なるほど。最近フィジークの競技者すごくやっぱり多くて、はい、でボディービルに行きたいって考えてる人とかも、あのクラシックフィジークはすごくちょうどいいカテゴリーなのかもしれないですよね。あ、それは本当にあると思います、はい、でそのフィジークだと基本的に身長で区切っているのがメイン で、ボディービルだと体重で区切るケースの大会が多いんですけど、クラシックフィジークは身長と体重、身長に対しての体重のマックスが決まっているような感じなので、あの背が高い方は実はクラシックフィジークだったり有利かもしれないです。あ、はい、筋トレが好きでフィジークに憧れてフィジークを始めるっていうところで、やっぱりその体格的にそのフィジークに合う合わないがどうしても出てきてしまうと思うんです、はい、あのまあ極端に言うとやっぱウエストがやっぱり細くないと勝てなかったりするので、そういう方はまあカテゴリーチェンジっていうのも考えてやってもいいのかなと
ボディービルに挑戦するもそうだし、その、まあ、間のクラシックフィジークに挑戦するのも、まあ、いいきっかけというか、そういうカテゴリーが、中間のカテゴリーができたので、いいきっかけかなと思いますので、そこはこう、まあ、自分がどのカテゴリーに向いているのか、どのカテゴリーだと楽しめるのかというところを見定めて、いただければいいのかなと思います。はい、染田さんも、まあ、今回フィジークで今シーズン初挑戦ですけど、意外とボディービルの方が合うっていう可能性もなきにしもあるわけですね。足とか見たら意外と足良かったりして、はい、足どうせなら見せた方がになってくるとカテゴリーもあの変えてもいいのかなっていうところも出てきますしね。そうですね。詳しいその審査基準だったり、そういったルールに関しては、まあ、JBBF の大会に出る方は各地方連盟の事務局に問い合わせてお話を聞くなり、加盟事務の会長さんだったりお母さんに話を聞いて、見てもいいのかなと思います。そういったところの競技の話はね、競技ルール説明会みたいな感じで、結構講習会を開いてるケースもありますので、そういったところはぜひご活用いただけたらなと思います。はい、じゃあ本日はね、上野さんにフィジークとクラシックフィジークとボディビルについて簡単な詳細お話ししていただいたんですけれどもね、ぜひ、ご自身に合うと思うカテゴリーを探してね、僕と一緒にね、いろんな競技これから挑戦していっていただければと思います。それでは今日の解説が良かったと思う方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。すごいなんか今日ちょっと早く締めようとします。え、興味ありますちゃんと。興味ありますよなんかこう思ったより膨らまないなじゃないですけど、楽しくなかったら面白いですけど、いやいやいや、じゃあまあ今年どの大会に出ますとか、どういう大会興味ありますとかっていうところも、ぜひコメント欄なんかにいただけたらと思います。それではまた次の、ね、動画でお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。